こんにちは。第2部は、親から受け取る自分のお金について、普通と違う考え方がわかりますよ。私は先生から、お金はすごいエネルギーだと、カウンセリングの一番最初に教わりました。でも、波動という視点で見たときに、親から受け取るお金は、波動の低いものだそうです。お金にはすごいエネルギーがあるのになぜと思いますよね。答えは、 親が子どもにお金を渡そうとする目的が子どもに対する心配だからですその思いがお金に波動となって入る心配は波動がとっても低いからそのお金も波動が低い心配の思いは伝わるので子どもは自分のことを信じてもらえないと感じます私は毒親さんから信じてもらった経験がないので常に人より劣っていると感じます そうするる。と、自立心も低くなるお金の洗脳を受けていたからさらに自立心が低くなるこれまでの不幸の原因の一つはこの波動の低い思いの入ったお金だったことも知りましたこんなことは親はもちろん学校でも教えてくれないですよねお昼はこれで終わりますね第3部は夜の7時に来ますね